おはようございます。おはようございます。今日は中一と亮とご飯食べに行こうということでね、今日ご飯食べますが、暑いっすね。40度ですか？31度です。31度です、はい、ということで今日はなんか中一の友達がね、あのカレー屋さんやってるってことでね、カレー食べに来てっていうことだからカレー食べに来ました。花巻見えてるじゃん、見えてるじゃん。パナス、パナス行きますか。はい、はい、カレー食べに行ってきます。私はガーリックバターナンセットの、はい、何エビキノコカレー。エビキノコカレーありがとうございます。辛さの方ね、辛さはノーマル、ノーマル中辛、はい、じゃあホット、ホットノーマル、ノーマルで、ノーマルで、はい、ノーマルでお願いします。ドリンクか、ドリンクはウーロン茶、ウーロン茶、はい。ラッシーって何？あのヨーグルト、飲むヨーグルトのちょっと甘いバージョンみたいな感じで、はい、キーマカレー、キーマカレー、はい、カフォスーパーホットスーパーホットで、はい、めっちゃ辛いんじゃないですか、スーパーホット。どんだけ辛い、はい、どんだけ辛いのや、スーパーどんだけ辛いんですか、スーパーホット。辛いです、辛いです、はい、もう一言、自分でも辛いの？辛いですね、後から聞くんですよね。全然大丈夫です、本当にすごいな。じゃあ、思いっきり辛くしてください。はい、どうぞ、ごめんなさい。いいな、このドレッシングめっちゃうまいね、サラダのピザみたいなね。でも俺が普通のでかでかチキンのカリーになります。チキンのカリー、これチキンのカリー、キーマカリー、キーマカリー、はい、キーマカリー、激辛、激辛、辛いソースお願いします。こう辛いソースあります。辛いソース、これが買えますね。でっかこのな、何やこのな、顔と比較したあんま変わんねえな、顔と。あんま変わんねえな。俺の方がでかい。これをこうですか？こういくとこう。これこう。おー。こうなるんですね、もう。10円パンっすね。10円パン。ちょっと一個食べてみるから、なんかね、不思議な味がするんですよ。ピッツァ、ピッツァみたいですね。ピッツァ。ね、ピッツァみたいなね。ピッツァですよ。これがチーズナン。チーズのびー。うまっ。うまっ。めっちゃうまっ。おいしいですよね、うん、すごいおいしいね、はあ、これだけでもおいしいね。これなんだっけ、これあの超辛いやつだっけ、はい、そんな超辛いとかってさ、一番辛いでしょこれ。でもチーズで食ったら辛くないんじゃないの、あ、だからチーズなんですね。やってもね、いつもつけないんだよね、このまま。あ、辛いだけ食うんですか、うん、え辛くないですか、全然辛くない、辛くないですよね、うん、いや、絶対辛いです。あのね、喉に行く、なんと食べれこれ多分すごい辛いんだと思うけど、このチーズナンが全然辛みを消してる、うん、超うまい、このチーズナン。チーズナン美味しいんですよ、うん、どうぞどうぞ、すごい美味しい、これチーズナン、うまいね、美味しいですよ、うん、これ美味しい、チーズナン、うん、はい、うん、エビキのカレーのマルク、はい、もっとガーリックバター、ガーリックバター、ガーリックバターね、チーズなんだ辛いか、あ、でもちょうどいい辛さですね、喉には来るけど、ね、はい、あのチーズ何度一緒に食うとそこまで辛くないよ、うん、そんな辛い、全然全然、いや、何度食ったからだ、あれ辛く感じないだけかなと思ってさ、全然辛くなかったよ、これ一番辛いの、一番辛いんだよ、うん、単品だときますね、ピリッと、全然辛くねえじゃん、はい、いや、辛いけど、はい、
そこまで超辛いっていうのはない でも辛いけど、辛いけどそこまでじゃない。カブトガニカブトガニいただきます。食べましょう。これ全部食えんの？いや、食えなかったらお持ち帰りですね。だってなんとおかわりしいんでしょ、はい、なんかおかわりしいんですか。おかわり、うん、うん、うまいね、うまいね、うまいね、うん、いや全然おいしいね、うん、うん、めちゃめちゃ美味しい。辛いソース辛いソース辛いソースあるよ。入れますか。入れたらいいんじゃない。入れなくていいの。入れます入れます。入れるの。辛いソースは一つ一つ二つ二つ3つ三つ立った。四つ四つ立った。五つ、うん、ドラゴンボールって何個あるんだっけ。7つ1、2、3、7つ。酒飲んでもつまんない。辛くなった。これダメのせいなんとなくですね。そうですよ、はい、やめろ、ごめん、辛いの食えねえんだから。願いが叶う。そんな変わんないじゃないですか、さっき。変わあんま変わんないんだよね、うん、そんな変わんないじゃないですか。なんか豆っぽい味するね、うんうん、納豆っぽい、手されましたね、はい、納豆っぽい、なんか美味しさがあんまり入れない方がおすすめだね、これがね。ちょっと待ってからね、汗かいてる、うん、美味しい。でもおじさんが食べるのを取りたい、はい、食べきれるか。食べきれる8倍速で。マスカさん、半家。半家マスカさん。もうなくなる。うん。全然食えるよ。うん。あと1枚食えるよ。すんごいうまいね。おいしいぞ。うん。うん、どうぞ。チーズナン、チーズナンめっちゃうまいじゃん。チーズナン女子にけそうっすね、うん、女の子。でも女の子これって食えねえよな、うん、チーズすごいね、はい、重いね。おいしいけどさ、おいしいけどさ、すごいずっしり食うね。完全にピザです。ピザです、うん、ピザ、うん、めっちゃうまい。でこれがもうベラーだよな。これがこう、このまま一応、うん、うまい。でもタージマハルとまた違うね。あ、ほんとですか。うん、あー、タージマハルがどうですか。カネガサギ。あれがカネガサギ、それがカネガサギ、うん、もっとなんか独特じゃないですか。あっちね、香りが。でもね、あっちもあっちで美味しかったよ。うまいね。これ何？チキン？チキンカーブ、うん、ノーマルで、うん、うん、美味しかった。お疲れ様でした。食レポして美味しいっす、うん、髪切れって一言言えなかった。何もなかった。孫子みたいじゃん。孫子。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったですね。はい、めちゃめちゃ。でも全然辛くなかったな。でもなんか後からじわじわと、はい、何が痛くなってきましたね。体が、はい。なんかつまんないよね。いやいやいや、そうなんです。
ということで、このつまらない、お前なんかお化けみたいな心霊写真映っちゃいましたみたいな映っちゃいましたみたいな感じで怖いよね。あ、来ました、ね、怖いよ、ね、ということで、はい、今日はパナスさんでネパール料理、はい、カレー食べてきたっていう動画でした、はい、もしよろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ヘバナイスデイ。野球見せてくれ、行きましょう